アンドレ・エル・キュールド・フルーリーは、フランスの聖職者、政治家。フランス王類15世の若年期に最初を務めた。アカデミー・フランセーズの一員。フルーリーは、ラングドックのロデーブに生まれた。父は、豊かな修税代行人であった。早くからパリに送られて、イエズス会の教育を受け、聖職者としての道を歩んだ。フルーリーは、宮廷司祭として、 王妃マリー・テレーズ・ドートリッシュのもとに送り込まれ、彼女の死後はルイ14世に同様に仕えた。このことが彼を政治の道へ進ませることになった。1698年に彼はフレジュスの司教に任命され、長くその地位にいたが、結局ベルサイユに戻ってきた。ルイ14世は幼いルイ15世の教育者に彼を任命し、よくその務めを果たしたので、 フルーリーはルイ15世から全幅の信頼を受けた。その結果として国王への影響力の大きさからフルーリーは次第に宮廷で高い地位を占めるようになり閣議にも出席した。オルレアン号による摂政時代の後宮廷を率いるのはブルボン公・ルイアンリであり、フルーリーはブルボン公と国王への影響力を二分した。 フルーリーは権力を積極的に求める性格ではなかったため、ブルボン公が実質的に最小であったが、ブルボン公はフルーリーの存在を疎ましく思い、自身が演談をまとめた経緯から強い影響力を持っていた王妃、マリー・レクザンスカーに働きかけてフルーリーを排除しようとした。しかし、国王はフルーリーに対しての深い信頼に比べて、ブルボン公にはさほど信頼を置いていなかったため、 これを拒絶した。1726年、最終的に国王はブルボン公と政治的にも大きな影響力を振るったその愛人プリ公爵夫人を宮廷から追放した。これにより宮廷はフルーリーによって引きられることとなった。フルーリーは正式な最小への任命は固くないにこれを遠慮したが、実質的には最小であった。彼がルイ15世紀の推挙で、 数奇教となったことは国王にとって最小の地位の代わりであった。フルーリーが最小となることは宮廷であまり反対を受けなかった。彼は宮廷で常に控えめな態度でいたので敵を作らず、また当時彼はすでに70歳を超えた高齢の身であり、まだ重大であった国王が本格的に執務を行えるようになるまでの短い中継ぎ人事であると考えられたからであった。 しかしそれらの予想に反して、フルーリーは以後20年近く権力を保った。フルーリーが最小として対処しなければならなかったのは、主に以下のような課題である。フルーリーは財務総監に、はじめミシェル・ロベール・ルペルティエ・デフォール、次にフィリベール・オリを投用し、歳出の削減と歳入の増大に努めた。宮廷経費の削減や、年金のカット、軍事費の抑制を行うかたわら、 増税を含む様々な手段で収入を増やして財政収支を均衡させることに成功した。1737年にフルーリーの考えでルイ15世の王女たちが修道院で教育されるために次々と送り出されたが、これも宮廷費の増大を恐れてのことだと言われている。フルーリーは私生活でも質素な生活を送ったので、 縮小路線に不満を持つ宮廷の貴族たちは、そのことで彼を馬鹿にしたが、財政収支の均衡は18世紀のフランスでは、フルーリー時代にしか成立しなかったことで、以後フランスでは革命まで、慢性的に赤字財政が続いた。また経済に関しても、オリラによって、貨幣の価値と信用を取り戻すことに成功し、同時に国内道路と港湾の整備を行い、 物品輸送にかかる税率を引き下げて流通を刺激することで商業の発展を促進した。ジャンセニスムに対してフルーリーは教書ウニゲニトゥスの承認を高級聖職者に迫り従わない者は罷免されたり修道院に強制的にこもらされた。一方、その返す刀で強硬なウルトラモンタニストの口を塞いで論争の火を沈めようとした。またこのことに反対し、 その実施を妨げる高等法院のメンバーを、たびたび追放に処して法を力づくで登記させた。しかしこの問題については、ある程度妥協した決着で収めざるを得ず、完全な解決とはならなかった。宗教論争と高等法院はこの後も引き続き、フランスの重大な国内問題となって、政治の足を引っ張り、国にとって真に必要な改革を行わしめる、体力と時間を、 政府から奪って革命を将来する効果をもたらした。フルーリーの外交政策は平和を第一とし、この点でロバート・オール・ポールと一致してイギリスとの間に比較的短くない平和の期間がもたらされた。これによってフランスは傷んでいた国力を回復させる時間を得た。この間、コルシカの反乱に苦慮するジェノバ共和国に支援を与え、コルシカへの関与を強めて、 将来のコルシカ獲得の布石となし、一方で、オーストリアの求める国事直書の承認を拒否して、マリア・テレジアとフランツ・シュテファンの結婚に反対し、これを牽制した。ポーランド継承戦争ではフルーリーは、遥か遠くのポーランドに大軍を送り込むことを拒否し、王妃の父スタニスはフレシチニスキに対しては援助金と、少数の援軍でお茶を濁した。 一方でオーストリアとの戦闘では、ライン側方面でもイタリア方面でも優勢であり、ドレーヌ広国を将来フランスに併合する前提付きで、スタニスはフレシチニスキに上とさせることに成功した。しかしこの時、フルーリーの下で最も有能と評された外務大臣ジェルマンルイ・ショーブランを、対オーストリア政策の違いから解任した。ショーブランは、対オーストリア強硬派であって、 戦争を早期に終結させることを優先する。フルーリーには、ショーブランの政策は受け入れられなかったからである。ショーブランは、宮廷で、フルーリー後継の有力な候補と目されていたので、フルーリーが先手を打って政敵になる可能性のある、彼を追い払ったと噂された。フルーリーも裁晩年になると執務力、指導力の衰えが顕著となった。 オーストリア継承戦争が勃発すると、フルーリーは海戦派の勢いに講しきれず、また戦争を強力に指導することもできなかった。バイエルン選定校の支援を名目に、フランス軍はボヘミアまで攻め込んで情勢は非常に有利なように見えたが、プロイセン軍の早々の戦線離脱によって、フランス軍は駆逐され、プラハ守備隊は孤立して、オーストリア軍に包囲される事態となった。 取り乱したフルーリーは、オーストリアの軍事大臣、ロタール・ヨーゼフ・ドミニック・フォン・ケーニヒス・エク・ローテンフェルスに、手紙を書き、常に平和を望んできた自分には、この戦争が起こったことについて責任はないと主張し、フランス軍の交代に際して、手心を加えてくれないかと哀願した。オーストリアは速やかにこの手紙を公表し、フルーリーの権威は地に落ちた。ルイ15世のもとには、 フルーリーについての苦情が大臣たちからもたらされていたが、国王は尊敬するフルーリーを更迭する気にならず、結局フルーリーはその島で最小の地位にあった。その少し前には、やはり戦争に消極的だったオルポールが選挙で大敗して退陣し、イギリスの参戦が決まったため、摂政時代からの英仏20年の平和は終了した。フルーリーの時代は、歴史家には急速の時代。 修復の時代と呼ばれ、フランスはこの期間に証拠を得、体力を回復した。彼をリシュリューやマザランと並べる者はいないが、政治家としての評価は低くない。同時代人からは、フルーリーはしばしば不当なまでに悪く言われた。国民は王が一向に政治の実権を振るおうとしないのに不満で、フルーリーが国王を意き地なしに育てて操っていると非難された。 ルネルイ・ダルジャソンのフルーリー批判は有名である。フルーリーの死去の後、王が指導力を発揮することが期待されたが、王はこれを行わず、もしくは行えず、フランス政府は指導者不在の状況に陥った。この感激をついて、王の愛称が政治に口を出すようになり、数年後には、宮廷の中心はポンパドゥール夫人が握った。ありがとうございます。